アナ、もう天命の防衛線を突破した。ここを出れば君は生きていける。アナ、君は。氷の律者はこの辺りで止まったようね。ついさっきまでここにいたはず。行きましょう。私、アナ・シャニアテは、ここに宣言します。私は天命に、主教様に忠誠を誓い、崇高なる使命のために、私の一生を捧げます。困難や痛み、そして死を恐れず。私は災害で苦しむ人々に希望をもたらし、彼らのために戦います。私は、私のすべてを人類に捧げ、どんな対価も惜しまず、崩壊を倒すために、全力で戦います。本日から、私は天命のバルキリーの一人になります。行動開始。